こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。リフォームトラブル。1ヶ月、この状態で行きましょう。今日のテーマはなかなか重い。ワークトップはセラミックのニリウム。フォルテックスシンククリナップステディア。扉はクラス2のブロンカッセルス。素敵ですね。これ、一番最後に。山さんこんにちは。以前天板とシンクで相談させていただきました。今日からキッチンリフォーム始まりました。最終的にクリーンアップのステディアで決まり、さっきちらっと見ましたよ。天板はセラミック、シンクは新商品の噂のフォルテックスに決まりました。ビフォア送りますね。いやー、さっきのフォルテックスシンクだったんです。後でゆっくり見ていきましょう。ビフォアはこんな形でのステンレスシンク、この形、よーく覚えておいてくださいね。こんな形になっていました。解体を始めて、リフォームスタート。こんにちは。セラミックにフォルテックスシンク。それは素敵なセレクト。楽しみですね。って山さんのお返事を8月18日にお返事させていただいたんですよね。ぜひ、リフォーム完成したら、ビフォーアフター動画でシェアしていただけると嬉しいです。素敵なリフォームになりますようにって、これ山さんが LINE したんですが、のはずが、こんにちは。工事二日目、いろいろと想定外のことが起こり、遅れています。いや、でもまあ、リフォームって本当はあるんですよね。この部分、なるほど。ちょうど釣り戸の上にこういった幕板の部分があって、おそらくクロス外したら造作で作られていたこの部分ですね。これがあることによって、レンジフードが低い。業者さんの休憩時間に進み具合を確認してみると、下がり壁の部分から取り付けているレンジフード、そのため、実際の予定より低い位置にレンジフードが、この状態だと、天板とレンジフードの間が、80が一般なのが73センチ、低い7センチも、それは頭ぶつかりますね。下がり壁、上にあったさっきの部分、これを取り外し、再取り付けをすることになりました。こういったことですよ。だからこそ、やっぱり立ち会った方がいいんですよね。この部分。あ、解体してくれましたね、マック板。で、この高さ、正式に。うん。そしてトラブルは続いたんです。セラミック天板。山さん、こんばんは。クリーンアップのセラミック天板、注目して今、ものと違いました。シンクを左に寄せる予定だったんですね、これ。標準位置の28センチ。うわ、結構物多く、水切り角を置けるようなぐらいですね。当初の設計プランが変更に、作業場を、シンクとコンロの間ですね。この作業スペース広く取るために、シンクは左足ギリギリまで寄せてくださいとお願いしていたはずなのに、28センチと標準のまま納品されてました。まさか最初のプラン図の設計が途中で変わっているとも知らず。あ、ってことは当初のプランをちゃんと左に寄せにしてて、で、今度変更したりするときに、こう、いつの間にか表示に戻っちゃったんですね。変更になった水線や扉のグレートは私しっかり確認しました。しかしこの部分までは明日直接問い合わせてみます。原因は何が問題？これはおそらく山さんの経験上言うと、例えば仮にですけどね、その一番最初に作った部分がショールームで作っていて、それが左に寄せてたと。で、今度は営業サイドに来て、やっぱこっちにしましょう、これを変更にしましょうって言った時に、ああ、この元々あるデータのやつを変更してやるよりも一から作った方が早いよって言って、そこを見落とした。まあだから枝板が2つ分かれてたんだろうというのが実際のところじゃないかなと思いますね。発注ミスで一時工事は中断へ。山さんこんにちは。8月18日から始まった工事、先ほどの分ですね。セラミック天板の寸法違い、発注、オーダーミスですよね。で、一時中断となり、新しい天板が届くまでに、一月待つことになりました。ひどすぎる。工事は、来月9月21日、1ヶ月間はこのままで。セラミック天板、シンクの継ぎ目もある。セラミック天板とフォルテックスシンクのつなぎ目も、シーリング仕上げではないって聞いていたのに、結局シーリング仕上げ。もう泣き寝入りするしかないんでしょうか？途中まで貼り付けた切りっぱなしのマグネットパネルは大丈夫なのかしら？日々どんどん私ストレス溜まってきます。ああ、そうですよね。この部分。こういった形で養生もまだされて、IH なんかもシート、ビニール、この状態、一月待てと辛いです。辛い。そして1ヶ月後に LINE が来ました。ドン。あら、ドン、降りてますね。セラミック、フォルテックスシンク、ハンドムーブ2つ？いや、素敵、シンク、ステンレスから新しいフォルテックスシンク、プラスセラミックトップ。こんな感じで。
キッチンパネルも張り伸ばしてるじゃないですか。さっき、こっちでしたよね。タイルの方っていうのは。いやー、これは綺麗。いや、後ろのところ、全然違いますね。で、見ていきましょう。ハンドムーブ、こんな感じで、左側の部分も一番端っこ寄せています。だからこそ作業スペースも広くなりました。本日リフォーム終了。山さん、こんにちは。本日やっとキッチンリフォームが終了しました。いろいろありましたね。クリーンアップさんがワークトップの左端のサイズ、幅を間違って発注してしまい、やり直し工事まで待つこと一月長かった。セラミックワークトップとフォルテックスシンクの組み合わせ、とても素敵で、一月ほど使ってみましたが、カレーやお醤油等のシミ、傷等も気にすることなくストレスフリー。いやー、これ、フォルテックスシンク人気、あげあげじゃないですか、これ。こんな感じ。染みてない。ただ、ワークトップとシンクのつなぎ目、シーリングなのが、そこがマイナスかなと思います。まあ、これ、セラミックのね、普通のやつもやっぱ一緒。これは今度、タカラがね、レミューになるじゃないですか。これも山さん、今度、10月の25日に、タカラの京都ショールーム見に行きます。一体成形になってるって。異素材で一体成。だから、セラミックと、このフォルテックスシンク、異素材だから、やっぱりこう打ったらシーリング。これが今度、その、一体成形で、今度出てくるっていうんですよ、宝が。あー、クォーツストーンと、ちょっと楽しみ。まあでもこういった形で、今はセラミックトップ、そしてフォルテックスシンク。ここは、まあちょっと見えないかもしれないけどね。レミューの前に、まずはステディア、そして、見るんだったらリシェルもここコーキングですからね。セラミックトップのところ。キッチンパネルと背面収納部分には愛花工業のマグネットパネルを採用。これから少しずつマグネット収納が増えそうです。こんな形で出来上がってた元々の部分が1ヶ月待って、ドン！いいじゃないですか。ドン！寄せましたよ。今までいろいろと相談乗っていただきありがとうございました。これからもリフォナビを楽しみにしてます。いやー、1ヶ月いろいろ大変でしたよね。ということで、こんな形で仕上がったセラミックトップとフォルテックシンク。LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます。関山さんとお友達になっていただいてコメントスタンプくださいね。リフォナビとは一人一人のリフォーム、リフォナビ教室、コンテンツ1300、日々集まるリアルな声。リフォナビライブラリー800本動画、リフォナビラジオでいろんな質問、いろんな悩み、山さんがお答えしてます。LINE 限定ゴールド会員限定です。LINE 登録定期的にプレゼント配信してますよ。ぜひまずは無料のこのスタンダード会員のところから登録してみてください。いきますよ。せーの。必ずできる。いってらっしゃい。いやー、終わり良ければ全てよし。そうじゃないですか。素晴らしい。